次のに行くか。重たい。あ、重たいね。うん、重たい。重たい。吹き出しも重い。吹き出しも結構抵抗強い、まあ、元気特有の感じが出てるけど、なる。見た目はね、やっぱね、いいよね。見た目はすごいいいですね。ね、まあ、それはね、綺麗だよね。かっこいい。やっぱり。すごい綺麗な楽器です。ソプラノ。彫刻もすごいいっぱい入ってるね。ね、やっぱさ、ソプラノストラップをつける派、つけない派でまた、なんか分かれるかもね。これはつけた方がいい ね。重たい。きついよね。うん。モデル名が、これ、柳沢のソリッドシルバーのモデルで、S9030。有名なプレイヤーで、本田正人さんとかが使ってますね。皆さん大好きな本田正人さんが使ってます。すげえ、本田正人さん、本田さんはストラップ使ってるのかな？使ってる。ああ、そうだよね。そうだよね。結構下向いて吹いてて、こんな感じで。最近みんな下向く人増えたよね。いや、重いからね、最近の楽器しかないと思うけど。さ、音がこっちの方がブライトになる。で、今回使用したマウスピースがセヨワニーのドゥルガのドゥルガ3、うん、新モデルですね、うん、顔がね、彫刻されてるんだよね。顔が彫刻されてる謎のインド神のYeah.